グリードしてはゲーム事業や漫画事業、投資事業といった、まあ、多岐にわたるインターネット事業の方をやっておりまして、弊社の、まあ、実施の担当業務としては社内システムエンジニアとして社内で使うツールやアカウントといった業務を行っております。グリーの全ての事業部においてアカウントとかそういった業務の方に携わっております。アカウント数はまあそうですね、まあ、4桁を超えるアカウント数があります。スプラッシュショップを導入した経緯としましては、まあ、現場からスプラッシュショップを使いたいというような要望がありまして、まあ導入検討するにあたったんですけども、まあ、他のまあサービスの方も検討としては上がったんですけども、まあそうですね、営業担当者のまあレスポンスの速さであったりとか、あとはまあツール自体のまあ機能面としてはそこまで差異はなかったんですけども、管理のしやすさとかですね、がまあ特に良かったっていうところと、まあ、システム運用の目線からすると、まあ、アカウントの管理のしやすさとかですね、あとはまあ SAML に採用しているので、まあ、SAML のところでうまく連携して、まあ、利用できるっていったところが、まあ、決め手になりました。社風として、まあ、結構その、まあ、現場からリクエストのあったサービスっていうのは、まあ、すぐにトライアルをしてでですね、まあまあ、いろんな、まあ、導入できるできないっていうのはいろんな観点があると思うんですけども、まあ、トライアルはすぐに始めてですね、まあ特に、まあコスト面とかあとは運用後の、まあ、運用コストと、まあ、導入コストもいろいろあると思うんですけど、それを、まあ、いろんなコストを鑑みてすぐに導入できるものであれば、はい現場が必要っていうものであれば、はい、どんどん取り入れていくスタンスですってですね。リモート元がリモート先にアクセスした時にリモート先のパソコンっていうのが社内にあるのでそこのところがですねロック状態にあるかっていうところが結構セキュリティ部が懸念してたところでありまして、リモート先で電源ついてて全然関係ない人がそういった情報をアクセスもしくは表示されることに対して懸念があったんですけども、そこのところで画面ロックがちゃんとかかりますよっていうところがですね、うまく制御できるところが、まあ、セキュリティ面で、まあ、導入のところがまあクリアになったところっていうのはあります。導入のまあハードルの低さっていうところはやっぱりそのクラウドサービスっていうのがやっぱりあるので、サービス申し込んですぐにその端末、リモート先とリモート元の端末があればすぐに検証できたっていうのがあります。でまあ、他社製品さんの方も、まあ、いくつか、検討させてもらったんですけども、レスポンスの、まあ対応の速さとかあとはサービスですね、社内に、環境を作らないと利用できないっていったものがありまして、そこはやっぱりどうしても運用し続けるっていうところが、まあ、システム運用者側っていうと、まあそのまあ、アカウントや、まあ、デバイス管理以外のところで、まあ、一つ懸念材料っていうのが社内の環境を作るっていうところが一つ、ハードルの、まあ、高さがあったんですけども、スプラッシュトップに関してはそういったところがなかったので、まあ、そこに関しては、まあ、ハードルの低さっていうのは感じました。ポリシーで設定できるところが多くて、このポリシーはどういった反映するのかっていうところがちょっとポリシーの表示項目だけだとどうしてもちょっと分かりづらいところもあったんですけど、そこはですねやはりそのスプラッシュトップさんの、まあ、営業さんのですねレスポンスがすごく早くて分かりやすくって、まあ、欲しい回答すぐにいただけたので、はい、そこに関してはですねすごい導入のハードルが低くなったなって思ってます。まあ、VPN は、はい、利用はしてますね。まあ、リモートデスクトップだけだとどうしてもその、まあ、レスポンスの悪さとかちょっと現場で使いたいっていうのがですねペンタブレットを使いたくてっていうところで、リモートデスクトップはどうしても筆圧感知のところがやっぱりレスポンスが悪すぎてうまく利用できないっていうところだったんですけども、まあ、スプラッシュトップさんの方だと、まあ、そこのところが、まあ、現場で利用可能な範囲っていうところで、はい、検討というか、まあ、導入に至ったところになります。ですね、多分20アカウントほど購入してまして、でその前がちょっと10アカウント使っマックス使ってて、まあそこのそこで10アカウント不調化しちゃったので、まあ、20アカウントに、購入させてもらったんですけども、主にアーティストの方々が使ってますね。ちょっと現場の方はですね
ちょっとあまり声が届いてないんですけど、まあこういったことをやりたいっていうところに関しては、まあ、うまく回っていて、まあ、現場ってなかなかこう不満はよく来るんですけど、うまくいってる時ってなかなかうまくいきましたっていうところがあんまりこう来ないので、まあ、不満がないっていうことは、まあ、うまく使っているのかなと思ってます。管理者側の視点っていうと、まあ、導入にあたるところかもしれないですけど、結構あのポリシーを決めるところがですねいっぱいあってですね、それがまあ豊富で良かった点でもあるんですけども、そこをまあ、導入段階のところで決めるところがですね、このポリシーはオンにするオフにするみたいなところがあって、まあ、そこのところは決めてしまえばですね、あとはまあ運用に関してはまあアカウントとまあデバイスの管理だけですごいシンプルだったので、はい、そこのところは運用に関してはもう運用に乗ってしまえばすごい楽に運用できてます。アフターコロナのですね、まあ、働き方っていうところがやっぱり一つ大きな、まあ、議題というか、まあ、IT 関わらずこう皆さんの働き方について注目されてるのかなと思うんですけども、やっぱりですね、まあ両方というか、まあ在宅とまあ出社両方ともやっぱりやっていくような形になっていってるのかなって思ってまして、でそこのところやっぱりどうしてもそこの垣根をなるべくこうなくしていくっていうところにですね、社内の情報システム部としてまあ貢献できればなって、はい、思っています。